アネッテ・クーアシュスアネッテ・クーアシュスはドイツの福音主義協会の牧師。2012年にベスト・ファーレン福音主義協会プレゼスに就任。プレゼスは他の宗教会での監督に相当する。改革派協会出身の牧師として合同協会の宗教会トップである議長職を務めている。2015年11月10日、アネッテ・クーアシュスは ドイツ福音主義協会常議員に選出され、同時にイークド常議員会副議長の養殖に就任している。アネッテ・クーアシュスは、牧師、ゲオルク・クーアシュスの娘として、ヘッセン州で生まれ、その後ヘッセン州北東部のオーバーズールと、ノルトベストファーレン州のジーゲンで育った。アビトゥーアに合格後、彼女はまず医学を選択した。その後、ボン大学、マールブルク大学、 ミュンスター大学、ブッパーターアルベーテル進学大学等で福音主義進学を学んだ。第一次進学試験合格後の1989年に彼女はアイザーフェルトで牧師補に任職した。1993年に彼女は人間市内のガイスバイトにあるベストファーレン福音主義協会の協会共同体において牧師に就任し、1999年には 同じ市内のバイデナウの教会共同体の牧師に転任した。2001年、ジーゲン地区において、地区総会副代表になり、2005年にはジーゲン地区長に選出された。彼女は、キリスト教徒向け月間雑誌、クリズマンの共同編集者の一人でもある。2011年11月16日、アネッテ・クーアシュスは、ベストファーレン福音主義協会プレゼスに選出された。 プレゼスは他の宗教会での監督に相当する最高責任者である。なお、彼女はこの宗教会、プレゼス職に就いた最初の女性である。2012年3月4日、ベーテルにあるルター派のシオン教会の礼拝式において、ベスト・ファーレン宗教会プレゼス職に就いた。合同教会のベスト・ファーレン福音主義教会では、ルター派が優勢なため、 彼女自身は改革派牧師であっても、宗教会議長として、宗教界内のルター派教会の礼拝や行事に出席することが多くなっている。2015年11月10日、アネッテ・クーワシュスは、ドイツ福音主義協会常議員に選出された。その任期は2021年までである。同時に彼女は、ドイツ福音主義協会常議員会副議長に就任している。 アーティケルツアンジーインフラングフォンクロスカスオスト、スペリンテンデンチンインデアカッチェンジェメインドクラーフェルド、オーガスト2005、アブジェローファニエーム Q、MRZ2012、アネットクロスカス、ウーバーウンスアウフクリズマン、デ、イヴァンジェリスッチ、アネットクロスカス r c k t アンダイシュプセデア、ウェストファラスケンキルヘハットイークド、アネットクロスカスステルバートリテンドラッツェバシトセンド、 イークと、でメルドンフォーム11ノーベンバー2015ありがとうございます。